はい、国や地方公共の団体のように行政を司る立場としてなんですね。企業や一般家庭に至るまで安全保障のために欠かせないものがあるんです。それは何かというと、危機管理です。危機管理という概念ですね。ところが皆さん、第二次世界大戦で我が国が負けた。でその後我が国は長い間一国の平和を貪っていた。その間ですね、この危機管理に対する意識が忘れてしまってはいませんか。皆さん安心しちゃいけない。我が国に反対あるいは敵対する勢力というものはいつの世もどこにでも存在しています。で今こうして私が喋っている、このように私たちが平穏に暮らしている間にも着々と作戦を彼らは展開しているんです。それは人権法案や自治基本条例に関しても例外ではなく、いつ今から申し上げるような事態が起きてもおかしくはない。そのうちのまず極端な例の一つ目を言いましょう。皆さん、我が国は言わずと知れた島国ですよね。で特に太平洋側にかけて無数の島々が存在しているんですが、ちょっとこれを見てください。我が国の海図ですよね。我が国の海図ですが、我が国は言わずと知れた島国です。で太平洋側を中心に無数の島々が存在しているんですね。しかしですよ、これら多くの島は無人島か、もしくはごくごく少数の人々が暮らす小さな離島です。しかしこれらの島々の存在によって我が国はこの、 白い地形のですね、排他的経済水域といって、他の国からの干渉を一切受けないところなんですけども、このような広大な排他的経済水域、別名を EEZ を持つことが可能になっています。この排他的経済水域を含む地域におきまして、日本は世界で第6位なんですよ。それほどでかい、それほどでかい経済水域を持っているんですよ。しかも我が国の国防警備上も非常にこれは有益果たしているんですよ。一切入れないから、他の飛行機とか潜水艦一切入れませんからね、ここに。しかしですよ、そのような住民こそ少ないものの我が国の安全保障上極めて重要な離島において、自治基本条例がもし制定されて、で市民と認定された特定の、例えば外国人を中心とする勢力に市民委員会を通じて行政を支配されているような事態が起きてしまったら、我が国の将来はどうなってしまいますか。小さな離島といえども一つの立派な自治体ですよ。ということは、その影響力というのは、一つの自治体である以上、影響力はでかいものがあります。もし、その島が、どこでもいいです。これどこでもいいです。地方自治に基づいて、我が国から独立すると宣言すればどうなりますかね。その瞬間、例えばこの辺であったとしましょうか。我が国は、離島を中心とする幅広い経済水域、この1個だけでも経済水域こんな感じなんですよ。それを全部失うだけで、しかもそれだけじゃない、ここの部分がこっかり穴が開くということは、こっから入れるんですよ、飛行機が、潜水艦飛行機がこっから入れるんですよ。我が国の安全保障上においても非常に重大な欠陥を抱えてしまうことなんですよ。はぁ、何言うてんの、そんなアホな、これもついにボケたかと思っている方がいるかもしれませんが、これは決して違いますよ。絵空ごとや夢物語なんかじゃない。国際法上においてですね、国家というのは3つの要素があれば OK と言われます何かでしょう。領域、国民、主権です。つまりこの3つの要素を持っていれば国家として成り立つんです。でもしこの辺の離島が独立すれば領域がありますよね。で当然国民いますよね。そうすると問題のこの主権です。でこの主権というのは
独立を宣言した離島は領域や国民を自動的に持ってますから、あとは主権になるんですけども、もしこんなことになったらどうなります？離島の主権者が事前に、支配者が事前に根回しをして、他の国家の、それも例えば国際連合の安全保障理事会で常任理事国を務めるようなでかい国の国家に離島の国家としての主権を認めさせればどうなりますか？たとえ我が国が不承認であったとしても、離島の独立を防ぐことは不可能ですよ。主権というのは相手国が認めれば主権になるんです。その俺が認めると、国際連合の安全保障理事国の安全保障理事会の常任理事国がうんと言ったら、この権限ははるかにでかい。でしかも皆さん忘れちゃいけない、離島は独立を宣言した。なぜ独立宣言したのか、そんな機会誰が与えたんや？日本じゃないですか。日本は自治権条例認めてるからや。そういうことです。もしね、以上は自治基本条例に基づいた話なんですが、仮にこれ人権法案でも結果は全く一緒ですよ。なぜなら我が国に定住する外国人からこんなこと言われたらどうなります？人権法案について、外国人に参政権与えないなんて重大な差別じゃないかと言って、その結果内閣から独立した強い公権力を持つ人権委員会に訴えたらどうなります？たとえ外国人への参政権が憲法違反であることが分かっていても、人権委員会という強烈な権利を持つ委員会がうんと言ってしまえば、それに対する反論っていうのが事実上不可能になっちゃうんですよ。でその結果こうなったらどうなります？人口数百人の小さな離島、それこそ何千人もの外国人が移住して、彼らが参政権行使すればどうなります？それだけで外国人による行政の乗っ取りが完成して独立が容易になっちゃうじゃないですか。一緒ですよ。ちなみに今回のテーマとして私離島言いましたけど、これ例えば、ね、米軍基地とか、あるいは今問題になっている原子力発電所とか、重要な施設を持っている地方自治体であっても基本的な流れは全く一緒です。さらに作れば水資源を持っている地域と一緒ですよ。皆さん、私たちの愛すべき祖国日本、これが気がつけばいつ他国に蹂躙されてしまうかわからないという極めて危険な状況に置かれてしまう。こんな恐ろしい法案や条例を許していいんですか？まあこれが例の一つ目なんですけど、まあ、今の例で申し上げたように人権法案も自治基本条例も、あるいは議会基本条例など、その最終的な目標はこれだと思ってください。外国人による我が国の合法的な支配です。これですよ彼らの目的は。外国人による外国人による我が国の合法的な支配、結局もうはっきり言いましょう、人権法案も自治基本条例も行き着くのはこれ。特に皆さん、国政と違って目が届きにくい自治基本条例の方がより悪質深刻なんです。でね、もうちょっとこれをね分かりやすい言い方しましょう。自治基本条例とは何なのか、もっと分かりやすい言い方するとこれです。一つははっきり言って日本を侵略するための日本侵略条例で、もう一つ言いましょう。じゃあどのようにして日本を侵略するのか、私最後にさっきの最後にちらっと言いましたけど、これですよ。自治基本条例の正体は日本侵略条例であり、日本侵略ウイルス条例です。なぜウイルスに例えるか、こういうことです。こういった自治基本条例というのはある条件のもとで
国内にそれこそ収集不能な騒乱状態を起こしうる条例だからなんですよ。でそれが今私たちの知らないうちにどん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 仕込まれていってるんです。で皆さん、どのような自治基本条例であろうが、例えばその条例の条文を市民、町だったら町民、あるいは県だったら県民、こういったものに外国人、あるいはその都道府県市町村の有権者以外の人間、これが合法的に入り込めるとすれば、その条例は日本破壊装置として作動するんですよ。ではここでもう一つの if を考えてみましょう。さっきの続きです。もし仮にですよ、我が国が特定の国家との戦争状態となればどうなりますか。その対象国の国籍を持っている市民たちが市役所に押しかけて、例えばこんなこと言ったんです。お前たちの市民では戦争に止める、戦争を反対する、戦争を止める決議を出せとか、日本の方が悪いという声明を出せ、悪いのは日本だという決議を出せなおと議会に迫る、容易に想像できませんか。彼らは必ず言ってきますよ。もしそうなれば自治基本条例によって、皆さんここであれが出てくる、議会は市民の声を尊重しなければならない決まりになってるんです。その結果地方自治体は嫌々であろうが何であろうが当然反日的な動き以外に選択肢がなくなるということですよ。日本国でありながら他国と戦争状態にありながら、何が悲しくて戦争をやめろとか、日本の方が悪いとか、悪いのが日本だとか、なんでそんなことをいちいち認めなきゃいかんのですか。でしかも、もし議会が仕方がなければどうなりますかね。皆さん、長野オリンピックの、あの北京オリンピックだったな、北京オリンピックの長野のあの騒動を思い出してください。市民たちはおそらく市役所で暴れ始めることでしょう。そして窓ガラスを割ったり、あるいは市役所に投石とかするかもしれない。そういった野蛮な行為がおそらくは全国一斉に起きることでしょう。何しろ自治基本条例を置いている自治体は200以上あるんだから、そうなっていくうちに騒乱はみるみるうちに激しくなり、やがて我が国は内乱状態に近づいていくことになります。そして我が国がもはや収拾不可能な状態になった場合、おそらく自治基本条例に基づいて各自治体はこういうことでしょう。我々は日本から独立して特定国の支配下に入ると宣言すればどうなります。自治基本条例に基づいて止められません。そしてね、こういった今私が言った第二の意味、これがこの条例によって引き起こされる可能性が高いという事態なんですが、もう一回言いましょうか。さらに問題なのはこの自治基本条例が通ってしまっている、それをね、有権者の、これはね、有権者の本来持っている権利を奪うことでしょう。その自治基本条例に基づいてその地方自治体が特定の支配下に入るって冗談じゃない。多くの県民市民はそんなことを望んでいないにもかかわらず、自治基本条例でそんなことが簡単にできてしまうんだから。でしかもですよ、議会すら機能すら自ら失ってしまうことじゃないですか。地方自治の原則どこ行ったんですか。無視されてるじゃないですか。でそういった条例を自分が住んでいる議会が可決していたということを、おそらく 99% の市民がその時まで、騒乱が起きるまで知らなかったということじゃありませんか。で、ここにはいないんで申し上げましょう。
いや、あの、いないと思うし、もう絶対やってるから、絶対に、ね、それはやらないと思いますんで、あえて言いましょう。条例を 何も考えると、のほほんと定めたお人よしの地方議員の皆さんは、おそらくその時になって初めてしまったと思われることでしょう。内乱状態になって乗っ取られた、我が国が壊滅の危機を迎えた、その時になって初めてしまったと思ったことでしょう。しかし時すでに遅し、どれほど残機、反省しようが心に深く恥じようが、そんな念に駆られようが、そうなってしまってからじゃ遅いんですよ。全国の無知蒙昧な地方議員が今まさにこのようなウイルス条例を定めているのであり、いつか起こるであろう必要な時までこれらの条例は機能せず眠ってるんですよ。まさしく潜伏してるんですよ。そしてこのウイルスがもし発病するようなことがあれば、その時は もはや亡国でしかないんですよ。皆さん、自治基本条例なんて言ってる場合じゃない。これはね、はもっとはっきり言いましょう。今私たちはね、静かに進められている、水面下で密かに行われている侵略戦争と戦ってるんです。これは自治基本条例を定めている、このウイルス条例を定めているというのは、静かに進められている侵略戦争以外の何事でもないんですよ。私たちは今水面下で、かつ着実に他国、特定国からの侵略を受けているのだと自戒し、分析しなければいけません。しかし、そこまで行ってしまうと、じゃあどうすればいいんだと皆さん思うかもしれませんね。希望はあります。できないことはありません。まず何よりも重要なのは、まあ、これは人権法案にも言えることなんですが、まず日本国民自身が間接民主主義によって我々は政治家に行政を任せているんだという自分の立場というものを理解するとともに、その自覚を強く持つことです。ということは、議会の代表であれば、その議会の代表が何をやってるかっていうのは、自分たちの管理政治やってくれるんであれば、その政治家たちの動きっていうのを国民の市民の一人一人がちゃんと目を配っておく、これが何よりも大事なんですよ。普段からね、国政あるいは地方行政に関心を持っていれば、どのような法律あるいは条例が作られようとしてるかということが比較的容易に判断できるじゃないですか。まずはそれからやらないといけない。でもし自治の自分の居住自治体で自治基本条例のような日本侵略条例あるいは日本侵略ウイルス条例といったような危険な条例が制定されようとしているのであれば、信頼できる地方議員などに陳情を課されるなどことによって阻止も可能です。で、現実に神奈川県の鎌倉市で同じようにストップしてますし、また今ここの私が喋っている地元である大阪府茨城市においても今のところ動きが止まってるし、あるいは兵庫県姫路市でも今止まっています。そして皆さん、もし仮に議員の力足りず自治基本条例や議会基本条例の制定が避けられなかったとしても諦めちゃいけません。東京都調布市ご存知ですか。東京都調布市においては市民の範囲を、自治基本条例における市民の範囲を極めて厳格にしたんですよ。で、その結果調布市の自治基本条例の市民には外国人が介入できないようなガードを作ってるんですよ。で、そのことで内容を骨抜きにしてるんですね。それで自治基本条例を危険でない条例にすり替えることに調布市は成功してるんです。そういうやり方もあります。さらには皆さん、すでに自治基本条例が制定されてしまった後であっても諦めているだけじゃ、感染しているウイルスがいつ発病するのかじっと待ってるようなもんですよ。誰が好んで座して死を待つんですか。冗談じゃないですよ。そうならないためにも地元の住民の声が必須であるとともに、その声が大きくなればなるほど、いずれは条例を廃止できるか、あるいは内容を危険なものでないことに変更させることも可能になるでしょう。
諦めちゃいけません。で、皆さんこれらのことは、例えば自分自身はこう思っている、でも俺一人しかいない、私一人しかいない、どうしよう。自分一人だけの行動では大変難しいかもしれません。それは事実でしょう。しかし今私たちには強い味方があるネットです。自分の住む自治体に制定されてしまった自治基本条例をどうにかしたいという意見をネットを通じてアピールすれば、おそらく、いやこれはほぼ間違いなく、同じ志を持っている人々が結集してやがては議会を動かす力へと持って達することも決して不可能ではないでしょう。要は地元住民の意識をネットの力を通じて高めていくことが重要なんです。皆さん、戦後からすでに70年が経とうとしています。私たちは今まで行政や法律あるいは条例といったものに対してあまりにも無関心すぎた一面がありました。だからこそ一部の勢力によるさまざまな動きをもたらすとともに、それらを許し続けてしまったのかもしれません。私たち日本国民が死死孫孫に至るまで祖国で平和に安心して暮らしていくためには、国民一人一人の確固たる自覚、これが不可欠です。我が国日本の輝かしい未来、こういったものは私たち国民の手に委ねられているんだという明確な意識を保ちながら、現在もそしてこれからも起こるであろうさまざまな問題を解決していくという覚悟が今の私たちに求められているのではないでしょうか。自治基本条例は、日本自治基本条例は外国人による我が国の合法的な支配を目指すものであり、行き着くところは日本侵略条例、日本侵略ウイルス条例であること、発病すれば終わりであること、このことを深く心に刻んで私たちは対処していかなければなりません。以上をもちまして、昨日の講演を終わらせます。ご清聴ありがとうございました。